フライデーザ13、違うな。そう、フライデーザ13も終わってるし。バイトってセンタル街の牛丼屋だろ？給料いいって張り切ってたじゃん。確かに給料はそこそこだけど、夜スタッフ俺だけなんだぜ。あの情報誌、何がアットホームな職場だよ。よくあるやつに騙されてるな。あ、俺もそういえば牛丼屋のバイトやってた。忘れてました。お、やべ、俺死んだわ。よかった、平均超えてる。ここが評価の分かれ目。うわー、俺も平均超えてるぐらいか。まあまあ、いいんじゃねえか。正直一番を狙いたかったっていう残念さはあるが、問題なしと。まあ、いずれ1位を狙えばいいでしょう。少しずつステップアップですよ。ステップアップといえばですね、まあ、かなり私、仕事で関係ないんですが、まあ、あまり大声で言いたくないけど、その、禁欲というものを禁欲というものを始めましたね。まあ20日から、今日だね、今日20日からリアルタイムで今日できた、今日できなかったっていうのを動画でちょっと言っていこうかなと。どうせ毎日やってるんだからね、俺にも何かね、ちょっと今台動かしましたけど、ちょっときつい縛りがあった方がいいのではというね。だってジョーカーはね、もう日々忙しくてそんなことしてる場合ないからね。舐めてんじゃねえよ、人間は。ね、もし俺と一緒にね、欲を禁する者がいたら、一緒に頑張りましょうといったところでしょうか。まあ、ペルソナやりながらね、それを言うのは結構無理があるんだけど、ペルソナは結構ね、煽ってくる部分があるから。さあ、どうしようかな。今日はどうしよう。そんな話をしていたら、今日はどうしようという気持ちになってきた。リュウジと話すか。なあ。息抜きしよう。いやいや、いいのいいの、明日行くんだから。そうそう、明かりが早くていいね。ついにいい場所見つけた。お、いいよ、行こう行こう。ジム、おお、いいね。お願いますわ。じゃん、めっちゃモテたい。マジでお願いますわ。じゃん、プロテインラバーズプロテインの恋人じゃねえか。え、ラバーズってそうだよね。プールとかジャグジーはねえけど、なんだって格安。料金は一回一回払うからめんどくせえ契約とかない。結構ちょいフル。ああ、いいね。あ、そういや。プロテインだな。持っているぜ。そうそう、筋肉痛めつけたら仕上げはプロテインをグイッとね。って、ちげえ！ちげえんだ。俺が言ってるのはパンツ、パンツ、あ、やばい。筋欲。筋欲。こんなとこで負けねえだろ。シャワー浴びてまた汗だくのパンツが禁欲。あ、言っとくけど俺のパンツ禁欲。やめとこ。さすがにそこまで俺はモンスターじゃない。いや、まあモンスター寄りではあるんだけど。大丈夫か。禁欲。体キレ戻ってけど、戻ってスタミナない。大丈夫かい。てか、お前が青色って珍しいの。おざす。え、池田先輩、おはようございますと。お疲れ様いいよ、敬語はもう卒業。あー、卒業生ダチス、ダチス、そう、ダチ以上ダチ以下みたいな関係です。そうや、怪我はもういいのか。あ、優しい先輩なんだ。ダメなこっちの方だ。陸上部の部長だったんだ、池田パイセン。鴨下の言いないで悪かった。池田パイセン、先輩の推薦潰す池田パイセン。鴨下ひどすぎ。はあ、ずっと心の中にだったお前のことも守ってやれなくて。でも聞いたぞ、陸上部復活するん。マジか。え、かもしれない。あ、そうだね。へえ池田パイセン、ちょっと寂しそうに言ったな。山内先生が新しい顧問。ああ、なるほど。
雑そうだな。復活するのに嬉しいよ。中岡たちちゃんとまともに練習できるからさ。けどよ、ミニカモシだ。背が小さい。どうしよう。こっちの方が背が小さいのか。ちげえ。あ、上がるんかい。カモシダの小物版。カモシダにこびまくって、俺らに威張り散らして、生徒の親とか教育委員会見てるには超弱腰。なんか一般的な先生って感じ？地理の教師。ちょっと調べてみっか。ひょっとしたらお前に協力頼むことは。なんで俺？いいでしょう、まあ。しょうがない、その分、コープを上げなさいよ。無理やりにでも俺との好感度を上げろよ。それが取引条件だ。の前にシャワー入って、ああ、そうですね。じゃあな。お前、じゃあなとか言って、どうせ玄関前で電話かけてくんだろ。知ってるぞ、俺は。ほら、来た。おざっす。出た。今日の話だけどよ、陸上部が復活、やっぱ手放し喜べない。ああ、やっぱ複雑？ああ、山内がっていうところに複雑か。どうしよう。ラーメンおごりで、ダチとして当然、ちょっと臭くね？まあ、臭いセリフ好きか、あいつ。ああ、やっぱ、好きだわ。ダチ子、ダチ子？でも、まだ何があるかなんてわかんねえけど、でもよ、こういう時の嫌な感ってなんか当たる。はい、はーい。やっと家帰れるぜ。家というか、居候先なんですが。続いて文化芸能ニュース。先日より渋谷で開かれているマダム一流さんの個展、初期から現在に至るまで多くの作品が展示されており、これまでの作風の変はーい、許せないね。どうしようかな。演説する行くか、そろそろ。ここじゃねえな。聞いていただけませんか。あった、これはまだダメか。興味がある。まだ牛丼屋か。じゃあ行くか。とりあえず行こう。花粉舞ってんな。そういや花粉舞いすぎだろ。もうイエロージャケットめっちゃおるぞ。行くか。カレー味だね。今日渋谷がカレー味だ。多くね。納豆丼、はい。納豆丼並大盛りね。さっきバーベキュー並盛り、バーベキュー大盛り、はい。任せろ。よし。納豆丼の大盛り。うん、早すぎる。納豆丼の並。よしよしよし。皿洗ってばっかじゃねえこいつ。バーベキュー丼の、どっちだっけ、どっちだっけ、波。あ、よかった。4人目のお客さんは大盛りね。そうだな。よし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 。まあ大変ですよ。人増やしてもらえないのかな。どう超えた忙しさに見えた。これが慢性化してるなら、労働環境なら何とかしたい。ではお題ここに置いとくよ。ごちそうさま。猫背ですね。労働環境、なるほど。コープを育てるだけのきっかけができたか。まるで肉の日みたいな込み方でしたが、近くでイベントでもあった。頼んだよ。29日って肉の日か。もしやそうなのか。やれやれ。あ、ちゃんと褒めて、これ褒めてもらえる、ね、場所でよかったわ。はいはい、できて当たり前ねって言われなくてよかったな。それだけまだ良心的なのかもしれない。